Shut up!
生ハグもらい受ける。
見ているか主剣天、試練を打ち破り天鋼を手に入れたぞ。そなたの力しかと見届けた。まずは持ち帰った天鋼を寄せ金し、さらなる力とするがよい。今日はちょっと変わった知らせを持ってきたぜ。源頼朝って知ってるか？鎌倉にいる義経殿の兄君であるな。名前だけは聞いている。一度会ってみたいとは思うが、今はそれどころではない。そうかい。まあ話ってのは、そいつが兵を挙げて平安京に向かい始めたらしいってことだ。あんたらが強くなっても頼朝さんが先に兵士を倒しちまうかもしれねえ。無駄なことはやめてここに腰を落ち着けちゃ。兄上は天鋼を持っているのか？それはないであろうな。天鋼を持たぬ者が兵士に勝てるわけがない。うん。急いで修行を終えるぞ弁慶。兄上を無駄死にさせるわけにはいかない。よくぞ戻られました義経様。主剣天様の命により寄せ金の儀を執り行います。